よろしくお願いします。前回は全然勝てなかった、勝てる気もしなかったので、今回の私は一味違いますよ。そう、もうタイトルも決めてやる、決めてやる。今決めるな。違う、今考えてるから、ちょっと待って、今回のタイトルは何にするか。そうだな、前回はちょっと T スピン多かったよね。今回はどうする。死ぬ死ぬ死ぬ。てめえよ、ほんとさ、なんかこいつちょろそうみたいな感じで狙われるのほんとつれえわ。でもお返ししてやった。必殺の T スピンデイヤーダー。私だって少しずつ強くなったり弱くなったりするぞ。弱くはならないで、成長して。今回敵の攻撃の手が早すぎるぜ。これはまずいね、大変まずいよこれ。全然攻撃の勢い衰えねえ。やべえやべえ、むしろ殺意どんどん上がってる気がする。今のはな、あそこに置きたくなかったんだよ。分かってはいるんだけど、分かってはいるんだけど、やらざるを得なかった。今は反省している。ただいま。ただでやられてやるほど私は甘くねえぞ。まだ負け。体勢を立て直して必ず生きて生還し、復讐してやるぞ、復讐してやるぞ。絶対に許さねえ。あいつになら勝てそうみたいな舐め腐った感じで殴り去っていく人たちを絶対に許さねえ。いや、まずは八つ当たりのとどめ打ちで私も死体切りしよう。そう、勝てそうな人に死体切りしていくんだ。そこから全ての物語は始まるのだ。危うく即死するところだったね。動画的にはありだって。なん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 、日々違う展開をご提供するのもまた一つの醍醐味なんだよ。ふっふっふ。お約束もね、動画すぎればワンパターンだからね。よし、一度使った、そう、展開はすぐに、そう、封印するのも手だぜ。面白い積み方になってるけど大丈夫です。お、今回すごい展開早くない？今回は早いな。気持ち悪いわ。不気味ですね。まるで青いテトリスを思い出させるような。ってことは何のフラグもなく突然やばい一撃飛んでくるパターンだね、これ。私の勘はよく当たるから。ちょっと、もたついた。今のうちバッジを取らねばやばい。試合展開早いからね。ってことは、狙われたら、そう、なんで流れが早いかって多分ね、呼吸する間もなく死んだ人がいるな、これ多分。なんか突然来てボーン、ドーン、ドーンみたいな、やられた時のあの効果を、はい、そういうパターンだろう、どうせ。私もほら、なんか加速してきたよ。人が減ってきた証拠だね。なんか今回殲滅速度が尋常じゃないな。お、ラッキー、取る気なかった、取れるとも思ってなかった。おっと、ちょっとその火力もらおうと思ったけど、そんなことしてる場合じゃなくなっちまった。あ、最悪の引っかかり方した。ちょっと待ってくれ、
とんでもないアートをデザインしてしまった。やばい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 。ちょっと世に出るのが10年は早かったとか言われる。照れるぜ。違う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 、違う、どう見ても違うだろう。ちょっと待って。おおおお、完全にもうあれ、ああ、おおおおおおお。でも1回目から17位よ。前回のベストは超えだろう。前ベストではないけど、前回の記録は超えだ。よしよしよし、いい感じだから。ふぅ、なかなか最近あの10位内の BGM 聞けてないな。そう、あれ、あそこまで行ったらテトリスが奥ではなくワープするからな。楽しみではあるが、どうやってバッチ稼げばいいんだ。やっぱレンだよな。いや、とどみ打ちでレンか。それしかねえな。うん、火力がない分レンで稼ぐしかない。よし、行くぜ。実は今日のために、そう、練習はしていないが、よし、4列連だ。4列連とはなんだか、そう、説明しよう。テトリスとはなんやかんや、7種類の、多分7種類のはず。もうグダグダじゃないか。7種類のミノがなんやかんやこう順番通りに降ってくるのだ。なのでそこら辺を、あれ、ちょっと待って、4列じゃなくね。もうむちゃくちゃじゃねえかよ。ちょっと待ってくれよ。もういろいろと、いろいろとおかしかった。ちょっと違う、素体は残してたんですよ、4列連の。やっちまったぜ。その素体をメインに組み上げちゃったから3列になっちまった。そう、1個だけはみ出しておくのを作っておこうと思ってね。というのもね、ほら、上から降ってくるのって4つのミノじゃないですか、テトリスって。だから順番通りうまいこと消せば1列ずつ消せるんですよ。それが4列連、連続攻撃なんですな。私が日頃やってる2列連だとどうしても縦に積むじゃないですか、うん、つまり高さ3の状態で連をしてるから列が消化されやすいんですな、うん、3列とは言わないけど、まあ2列ずつぐらいは消えちゃうよね。だから高く積み上げてもそこまでの成果を出せなかったりはする。でも1列連でとどめ打ちなんてしようものなら、いろんな人に小刻みに連打を浴びせるわけですから、そしてあれです、連鎖数も増えるから火力はあるんですな、うん、という4列連の解説でござった。多分合ってるはず。いやー、こんな感じ、なかなかエアップにはできないよ、この解説は。うん、すげえだろこのエアップ。そう、まるで経験者のようだ。で、結局連できる状況どころか、もう死にかけてるからな、これどうすんの。もう、あ、でも結果としてなんか悪くないな、結果論で生きてる。俺は常にギリギリで生きていきたいんだよ。よし、ええよええよ。ここに、あー、そこ、これから掘るつもりなのに、どう、なんてことをしてくれたんだ貴様。わし何やってんの。二度手間三度手間ってやつだよ。まあでも掘れちゃうんですけどね。困ったちゃんだぜ。よし、ただいま。まあこの程度の火力でバッチ取れるかはもう運ゲーだわな。そして運ゲーに負けて今から私はあれか、自宅に帰らされるわけだ。ただいま、結局やり直しか。やだやだ。
刺すべきだ。いや、刺さない方が良かった。生きてはいるが死んでるようなもんだよ。なんで生きてんのしぶとすぎるだろ自分にかける言葉じゃねえ。もうなんで生きてんの。死んだら楽になると思うんですけど。生きちゃったよ耐えた耐えちゃったよ。でもこれから前向きに死んでいく予定なんですけど、つらい。人をカモだと思ってるだろ絶対。許せねえマジで。お前らよ。でもこんな雑魚がカウンターしたところで痛くも痒くもないから狙いは変えられないんだろ。知ってるよ。だから狙ってんだもんなくそー、弱いもの締め切りじゃねえかよチキシャ。でも帰ってきたんだよわしは。これは残したい。これは消しておきたい。よし、また生きて帰るぞ。あんたらの火力を利用してな。そう、私に送ったことをなんやかんやふわっと後悔させてやる。ふわっとな。全力で後悔はさせないぞ。うん、かわいそうだからな。私は敵にも慈悲深い。そう、ふわっと後悔しろ。よし。つうかあいつらもぬけの殻じゃねえかよ。反省する意思なしと見たね。許せないね。そう、食い逃げだぜ。ハンバーガーの中央だけ食って立ち去りやがった。滞在ですよそんな都合のいい食い逃げ犯はそうそういない。そう、いかに奴らが滞在を犯したかがよくわかるだろ。許せねえだろ。粛清するしかねえよな。どうやってするのかは知らねえけどな。そうなんだよ、きついんだよ。ほら突然そうやって狙ってくんのやめてくんない？マジで生きてるだけ不思議なんだが。つうかバッチゼロかよ。いかんで、いかんぜ。マジでやばくない？バッチゼロはさすがにやばくない？もう死亡待ったなしじゃんこれ。なんか引っかかって死んでくれないかなお、死んだやったやってみるもんだぜ。いや、お願いってしてみるもんですね。うん、神への祈りが通じたね。あいつが死にますようにっていう物騒なお願い事かな。あっちゃー、やっちまっ、うわっ、だだ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 、オッケー。ごまかせるミスとごまかせないミスあるからなこれ。よし、いいいい。ちょっと、つうかさ、あんたらなんで同時攻撃してくんの。仲良しすぎないか。グルか、お、グルか。くそー、ええぞええぞ、かかってこいや。じゃあまとめて相手してやるよ、ジャッカルが。あ、あ、あ、やば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 、やっちまった。ついに来たぞ、この常人ではついていけない領域が。あ、常人って言うんだっけ、常人だっけ、それ常任理事国的な。どうでもいいですそういうの、そういうのいいから。もうちょっとそういう変な疑問の持ち方すんのやめろ。余計なところに頭使うなマジで。ええ、ええ、ええちょっと待ってやばいやばいやばい、ほんま、お、落ちてる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 、やばいやばいやばいちょっと待って、早すぎる、いかん調整効かんぞこれ、やばい。自分が一度置いたところにすげえ責任問われる感じになってる。変なところに置いたら以後そこに突き刺さってくるぞ。ちょっと待ってね、オッケー。まだ死なねえ、まだ死なねえぞ俺は生き残るんだ、俺は生き残るんだ。
としても誰にも期待されてないからこそ生き残ってあったかい布団で気持ちよく寝るんだよ。死んだよ。やっぱダメじゃないか、ダメじゃないか、ちきしょう。なんか動画の尺的にすげえ困る感じの時間になったんだけど、ちょっとここからフリートークタイムにして、お、これ1位取ったんちゃうか感を演出したいと思います。はい、というわけで今回のテトリス動画終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい。この程度の時間稼ぎでは誤差にもならんか。はい、ではサラダバー。